福島第一原発で発生した処理水の海洋放出について菅総理大臣は近く判断を示す方針です。県内の漁業関係者からは不安の声が上がっています。東京電力福島第一原発でたまり続ける放射性物質を含む処理水をめぐり、菅総理は昨日漁業関係者と会談し、海洋放出が確実で現実的とする専門家の提言を踏まえて政府の方針を決定する考えを伝えました。県内の漁業関係者は、やっぱり不安やないの魚の汚染がね、なるべく流してほしくないけど、やっぱり風評被害って売れなくなるからね、品物を東北の三流から魚買うなとかね、そういうこと出てくるわけだから、それは怖いと思います。石巻市でも現状では納得は難しいとの声が聞かれました。流せばこうなんだっていう結果をね、先にね、その皆さんに納得させられるような状況を作り出してからの放出っていうんだら分かるけどさ、結果も出ないうちに放出するっていうのは一方的な部分では皆さん納得しないんじゃないの。村井知事は昨日、経済産業大臣から会談の内容について報告を受けたということです。まずはその安全性についてしっかりと責任を持って説明をしていただきたいと、またどのような形になりましても漁業者の皆様に影響が出ることは間違いないわけでありますので、それに対する対応というものをよく漁業者の皆様の声を聞きながら検討していただきたいというお話をいたしました。